北は北海道、南は沖縄までピッピッピー。どうも、ハールマンリーダーです。はい、ということでね、まあ、本日はですね、童貞を卒業します。イエイ。いやー、ついに来てしまいましたね、この時が。ついに来てしまいましたね。いや、何年ぶりだろうね。多分18年越しかな。いや、違う、18と19って間違えるんだよ。多分ね、19になった自覚がないんだろうね。まだ多分18歳でいたいのかわかんないけど。というのもですね、本日何の童貞を卒業するかと言いますと、オタクの夢、フルグラフィック T シャツ童貞を卒業いたします。イエイ。はい、ということで、まあ、今日はね、フルグラフィック童貞をね、みんなと一緒に卒業していきたいと思います。というのもですね、僕はいつもこの勝負下着として、このブレッシングソフトウェア、判定してるかな、このサイカノのブレッシングソフトウェア、そして後ろがこれね、後ろがこれ、ドン、このサイカノってね、書いてあると思うんだけど、そう、このサイカノ見えるかな、こんな感じでね、ブレッシングソフトウェアの一員として僕はいつも YouTube 活動を行っているんですね。まあ、ですがね、まあ、昨今暑くなってきてるじゃないですか、世の中だからね、ちょっともう暑いんじゃないかと、まあ、今日はね、これを機会に、まあ、ちょっとフルグラフィック童貞を卒業していこうかなと思います。ということで、画面をどうぞ。はい、ということで、ね、まあこんな感じで、もう何も決めてない、どこで買うとかも何一つ決めてないから、もうこの動画を撮りながら決めることになると思うけど、よろしくお願いいたします。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあじゃあまず誰を買うかだね。まあやっぱ俺の夢は後ろ見てもらったら分かると思う。このね、まあ歌先輩、俺一番歌先輩が好きだから、まあ、無難に行けばやっぱ歌先輩なんだけど、やっぱこの夏攻めたいじゃん。うん、攻めたいんだけど、さすがにやっぱ推しメンっていうかさ、やっぱね、僕の彼女いっぱいいるから、この彼女の中から選びたいので、まあ、やっぱね、俺的にそうだな、まあ、旬はやっぱ俺がいるか、ユキの旬って言ったらあれだけど、まあユキのはありやな、ユキの、まあ、歌先輩で絞ってないともうキリなくなるから、歌先輩、ユキの、あ、劣等生のみゆきもありや、ね、とりあえずそんな動画な、まあ、とりあえず見ていかないとね、なんとも言えないで、フルグラフィック T シャツでちょっと検索しましょう。俺もちょっと買ったことないからね、わかんねえ、フルグラフィック T シャツアニメとかで調べていいかな、楽天で買うの、どう、アマゾンならいいけど、あ、アミアミじゃん、あ、アミアミさん、いつも大変お世話になっております、本当に秋葉原行ってる、いや、大変いつもお世話になっており、いいじゃん、みやみで、多分大体価格的に6000円前後かなと思う、大体。そうだし、冴えないヒロインの育て方で言ってきますか、冴えない、で、これ、ああ、出た、お、お、俺が持ってるパーカーあんの、俺ね、このね、パーカー穴開いてんだよね、これ見えるかな、どこだろう、穴がね、どっかにあるんだよ、多分穴が後ろに開いてるはず、その穴にね、まあ、たまになんか歌先輩にちょっとこの穴ちょっとエロくないみたいに言われるから、うん、ちょっと気にはなってる、まあ、買い替えたいけど、これ多分あれじゃない、再販だから、予約ってことはこれ買えないってこと、あ、フルグラフィック T シャツあるね、歌先輩だって言う、でもあんまりなんかこれ可愛い、いやあんま可愛くねえな、この歌先輩、予約提出買えねえじゃねえか、停止中ってなんだ、予約全部、予約全部再販じゃん、フルグラフィック T シャツどこで買って売ってんだろうな、あれじゃないの、あそこだよ、あそこに売ってんだよ、あ、二次元コスパだ、二次元コスパ行こう、二次元コスパで調べられてる、二次元コスパ、やっぱね、そのコミケとかに行くと結構あのお店の名前覚えることができるんだよ、あ、ここ絶対あるわ、二次元コスパオンラインで買えんのかな、これ、おーらほらほら、めっちゃある、めっちゃあるじゃん、最高、おーおいおいおい、ウェイキョウ、ウェイキョウ、来た来た、ウェイキョウ、これウェイキョウ、予約じゃねえんだ、俺すぐ欲しいんだよ、違うんだよな、じゃあめぐみな、予約ってどういうか、2020年10月中旬再入荷、そういうこと、違うな、でもこの絵あんま可愛くなくない、うん、ちょっと失礼だ、やっぱ可愛くないもの買ってもしょうがないからさ、全てがこの恵みはそれは可愛い、この恵みはこっちか、もはやこれありやな、これありじゃない、これ なんていうのブラウスセットありじゃん、ブラウスセット、夏服ブラウスセット、豊ヶ崎学園女子制服、あ、これありじゃん、結構これサイズとかいくつだろう、これ結構欲しいよな、あ、22000、品切れ、あ、SM、やっぱ XXL、で、買わねえよ、あ、そう、あとね、野毛の俺グッズ欲しいんだよな、単純に俺野毛のグッズ欲しいからちょっと調べていい、あん、ちょっと脱線、俺野毛のタオルかタペストリーは1個欲しいなっていうのはずっと思ってん、だけどあんま売ってないんだよね、俺のビビットレッドオペレーションするものが、俺なんかね、野毛はね結構洒落てんすよ、野毛は結構洒落てるんだよね、資源で別にスマホケースとかじゃないの、俺が欲しいタペストリーかタオルが欲しい、ないね、めっちゃグッズあるけど、ここちょ待って、これもあんじゃん、これは47000、うわ、白セーラー服コスチュームセット、うわ、かわいい、これ、いや、これサイズ X、 いや、4、買わねえよ、え、ちょっと本当にふざけたらちょっとキリがないので、どうしようか、うん、まあ、とりあえずじゃあちょっと俺がいるフルグラで調べる、あー、あー、いいでしょ、おーおーおー、あ、いや、アマゾンでも全然いいよ、これ書いて、おお、めっちゃいい、これめっちゃよくね、うわ
え、なんだこれ。え、しかも売ってんじゃねえか。え、これめっちゃいいけど、ちょっとおしゃれすぎんな。いやいやいや、おや、古い。いや、待って、これめっちゃいいけど。いやー、これいいな。うん、すげえ。表に雪飲んで、裏に結ヶ浜。めっちゃおしゃれやん。何これ。は？いやー、ってこれありやな。いや、これでありだけど。え、これありやな。いや、待て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 、これ掘りよ掘り。え、よくねこれ。めっちゃよくね。うわー。そうだな。あ、今回、ユキノ、俺帰るのユキノにしようかな。いや、待って、でも、ウタ先輩、人生初はやっぱさ、人生初はさ、いや、人生初はやっぱさ、ちょっとさ、ウタ先輩にさ、捧げたいじゃん。だから迷うけど、このフラグリ、このフルグラフィック T シャツもいいんじゃない。あー、これはいいね。いや、これいいな。これ結構いいけど、いや、ちょっと透けてんのエッチいよな。でもこれいつ発売だろう。結構昔なのかな。いや、でもどう、いや、ちょ、これエッチくね。これエッチ。うわ、これエッチ。これ7分の1スケールエッチ。いや、ユキノはでもこんな格好しないから。やめろ。いや、ユキノにこんな格好させんな、マジ7分の1スケールの会社さん。いや、これやばくね。これ。やばやばやば、やばくね、これ。え、ちょっとでも、こんな幼くないぞ、ユキノの顔。ちょっとなんか幼くない？いやー、ユキノのフルグラフィックアートなんかねえから。アイラブチバーちょっとダセーよな。いやー、だってでもさっきのユキノのおしゃんやな。裏を持ってユキノンとさ、そりゃおしゃれだわ。でも、いやー、でも最初のさ、最初のぐらいね、ちょっと歌先輩に捧げたいっていうのはね、ちょっとあり、あ、そう、てかね、ガガガショップってさ、ちょっと待って、さっきの言っていい？もう一回。そう、ここね、結構いいんだよ、俺的に。おすすめなの。まあ、特にまあ、俺のさ、やっぱチャンネルってさ、ララブ読んでる人多いと思うから、ここで最近発売したい、サンタクロースとかで調べたら出んじゃない。ほら、だからサンタ、ほらほら、ほら B2 タペストリー、これの B2 タペストリーとか今売ってたりとかね。結構俺ガールのタペストリーをめっちゃ売ってんだ。ちょっとまた脱線だけど、俺ガール、あー、はいはいはい、タペストリー。お、待って、これいいじゃん。え、これめっちゃよくね。いや、これ後ろダッサくね。うっし、え、かっこ、いや、かっこいいけど後ろダサ。あ、これ、いや、お前も後ろダセ。ほらほら、こういうこのタペストリーとか絶対売ってないじゃん。これとかも、これとか、あと、あー、ほら、これ、あ、これめっちゃ欲しいな。でもこれずっと欲しかったんだよこれ。え、じゃあ、あれ売ってんじゃね。あのさ、なんだっけ、あの山崎さんちの部屋にあった、あ、これ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 、ずっと欲しいんよ。これ買え。だからソールドアウトかい。ソールドアウトかい。いや、これね、そう、これ俺めっちゃ欲しいんだよ。これ山崎さんくれないかな。いつか山崎さんの家行っただけ。これちょっと盗んできてな、これ。あ、これほら、俺が持ってるやつ。これ復刻版、これまだ買えるで。俺飾ってるあるやつだけど、これまだ買えたんか。俺結構もうレア物だと思って、俺は結構、あ、これレア物にしちゃうんだよ、俺の中で。これいいな。いや、ありだな。いや、これ結構一番の候補だけど、どう、みんな的に。こんなおしゃんのでいいの？うん。こんなおしゃれでいいの？オタク。いや、おしゃれやで、これ。表雪飲んで裏がハマで、こんなおしゃれなのある。で、しかも俺はね、どちらかというと、このサイカロのこれがいい点は、アニメの世界に実際行ってる感覚になれるっていう点でいいの。だから俺はなんかそういう、わかる、あの、ラブライブとかで、あの、音の木坂なんちゃらみたいな学院のジャージーとかさ、実際アニメの中で着てるキャラのジャージーとか、そういうのがいいんだよね、俺。だから、なんかこれはアニメの中で出てる、プレッシングソフトウェアのなんかパーカーみたいな、スタッフパーカーみたいな、そういうのが俺ね、結構好きなんで。アニメ学校、え、だ、ジャージじゃないんだよ。ジャージじゃ暑いね。そうだ。今日の本で忘れてた。実はもう一回、あの、歌先輩いい？いや、これしかないのかな、このフラットの。これあんま可愛くないよね、この歌先輩。じゃあ、歌先輩書くならちゃんと可愛いので書いて。失礼だから、歌先輩。俺の嫁に、嫁をダサい状態で書かないでくれ。ほんとに。誰だな、ちょ、サイカノはないな。ユキノン。で、サイカノドール。サイカノドール。ちょっと待って、サイカノドールって、俺いつ言いましたよ。すげえ。え、すげえ、すげえ。すごっ。お待ち、まず、ヒナ先生の。え、4万3000で買えんじゃん。え、すごくね。え、ちょ、すごない、これ。これ、ちょ、顔、似てなさすぎない。いや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 、顔、嘘でしょ、これ。待って、もう、あ、待って、ルイちゃんは、ルイちゃん。ちょ、待って、え、ひな先生、これ、リカちゃん人形だよ、これ、リカちゃん人形。ちょ、待って、まあ、ルイは制服は確かに似てる。髪型の色も一緒だけど、ちょ、顔、これ、ぼったじゃね。ちょ、待って、ズームしたい、ズーム。いや、これ、せこいな。これで俺、5万払う。これ、公式じゃないでしょ、だって。公式、まあ、一応、するぐらいだけど、これ、公式は出してんのかな。申し訳ないけど、全然似てない。じゃ、歌先輩のやっぱないから、ちょっと、俺ガエル、いきますか。フルグラ T シャツ。ショッピング、ブルグラティ、いや、ちょ、なにこれ、ちょ、なにこれ、女性のシンプルな T シャツ印刷、なにこれ、なにこれ、え、なにこれ、え、どういうことこれ、あ、はい、これをだから着てたら、あの、ぜひとも、あの、落ちてください、いじってくださいっていう、そういう啓発というか、サイン的あれかな、サイン的 T シャツかな、うん、あ、ないと、これすごいってだから、いや、その隣もすごいけど、ちょっとあんま映しちゃやばそうだから、これちょっと奇抜だけどな。でもマジで決めよう。マジで決めよう。じゃあ、俺がいる、コント、じゃあもう俺がいるで決める。俺がいる、じゃあもうユキノンで決まりで、ユキノンにします。はい、今回ごめん。ウタ先輩マジでごめん。じゃあもう決めないとなんです。さあ、どうしましょう、ユキノンの T シャツで。いやー、あれ結構おしゃるんだけどな。いやー、でもなんか、こ
これしか出ないよな。そう。なんか他にない。この、まあ、これもいいよ。これもめっちゃイチイチだけど、これいいけどな。あ、ストブラいいじゃん。雪菜いいな。うやべえ、これ。これはかっこいいな。これかわいい。いや、かわいくはねえか。やっぱ雪菜のその可愛さっていうのは、ほてってる時っていうか、恥ずかしがってる時の雪菜が一番可愛いからさ。あ、意外とねえな。うん、なんかめちゃくちゃフルグラピックピーピーピー、フルグラ T シャツってめっちゃいっぱいあるイメージだけど、案外ないな。このままだとマジであれに決まっちゃうぞ。いや、これ、行く？いや、これ、でもなんかな、ひらめかないんだよな。なんだろう。多分届いたらいいんだろうけど、もうちょっと俺オシャレの方がやっぱ好きなんだよな。やっぱあれで行くか。これ行くか、じゃあ。いや、でもこれオシャレすぎるって、これは。オシャレだな。これ行こう。欲しいものは買うべき。そう。俺は欲望に忠実な男。で、いきます。買っていきます。はい、それではね、まあ、すべて住所とか入れ終わったので、まあ、こういうところでね、本当に住所バレたり、名前が出ちゃう人とかいるからね、そういうのには気をつけて、では、注文していきたいと思います。いただきます。はい、購入完了。これ、ご注文番号とかあんま見せんのよくないかな。はい、ということで完了しました。一応ね、8月4日の午前中かなんかに届くということなんで、それが届くから、あと1週間後ぐらいかな。1週間後ぐらいの動画から、もしかしたら、この俺帰りの T シャツを着て、僕が出てるかもしんないっていうか、そもそも家の中に撮る時 あれ感じないんだけどね。暑くていう暑くていうか、そもそも家の中はこれかもしれない、もしかしたら。うん、暑かったらそれ着てる。まあそんな感じでよろしくお願いいたします。はい、いやー、やっぱね、ちょっとネットショッピングは楽しいね。うん、まあそうだね。特にやっぱこの夏さ、夏って燃えたぎるやん。夏って燃えたぎってる中だけど、あの某ウイルスの影響でさ、やっぱ外とかにね出れない分、まあこういう時期にいろんな形で童貞を卒業してみてはいかがでしょうか。まあね、その童貞の内容に関してはまあ人それぞれ何でもいいと思うので、まあいろんな形で童貞を卒業してみてはいかがでしょうか。まあ僕もね、まだ一応大学生、大学1年生になった身なので、まあいろんな形で童貞を卒業できるように努力していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではほぼ毎日アニメに関する動画を上げているので、見逃したくない方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。バイバイ。童貞バイバイ。皆さんバイバイ。みんなも童貞。